皆さんこんにちは。こちらはパナソニック SA-BMX900 です。発売は2021年、実売価格は6万円前後です。このアンプにはジェノエンジンが搭載されています。ジェノエンジンはテクニクスの高級モデルに搭載されてきたフルデジタルアンプです。シリーズ史上最高の音質と言われていますが、果たしてその実力はどの程度でしょう。今回はこのミニコンポの実力を詳しく見ていきます。このモデルのスペックは次の通りです。最大出力 60W とありますが、インピーダンスが不明です。ミニコンポのカタログスペックは参考になりませんので、実際の性能を測定で明らかにしていきます。これと類似のモデルに次があります。このシリーズは代々フルデジタルアンプが搭載されてきました。ジェノエンジンが乗るのは今回のモデルが初めてです。史上最高というのはこれらの中で最高という意味です。ジェノエンジンの基本的な作りは従来のリンクス D アンプと同じです。リンクス D アンプに少し改良を加えてテクニクスのアンプに乗せたのがジェノエンジンと見られます。デジタルアンプの課題に次があります。ジェノエンジンは1と2について改善する仕組みを持っています。2番については変換器の構成を最適化することで矩形波の変換精度を改善したようです。これらの結果について後で詳しく検証していきます。商品を開封していきます。このフロントパネルは金属製です。安っぽい感じがしません。USB の接続端子があります。パソコンとつないで音楽を再生できます。ソフトドームの 2way にスーパーツイーターを追加した構成です。後ろ側にバスレフポートがあります。スピーカー端子はバナナに対応していません。電源を入れます。リレーの音が聞こえません。このボリュームはエンコーダーです。摩擦の強い感触です。音質に関する設定項目はトーンコントロールとプリセットイコライザーだけです。無線 LAN の設定は Google ホームを使います。
それではデジタル入力の測定結果を見ていきます。まずは音色を決定づける周波数特性です。このアンプには音色があります。この奇妙なカーブは付属のスピーカーに合わせたイコライジングでしょう。アンプとスピーカーの組み合わせを限定することで理想的な特性を実現できます。付属のスピーカーに合わせて低域がカットされています。これはウーファーの空振りを防いで歪みを減らす効果があります。4オーム負荷の最大出力は 30W です。特性が崩れ始めていますので、ここが限界です。実際によく使う音量の歪みを見ていきます。一番上の線が今回のアンプです。歪みもノイズも多いですが、付属のスピーカーに対して十分小さければ問題ありません。ダイナミックレンジと直線性を見ていきます。J のエンジンはダイナミックレンジを改善する仕組みを持っています。果たしてどうでしょうか？なかなかいいですね。最後まで直線から外れません。しかも 1W のダイナミックレンジが 110dB あります。これはアナログアンプ並みの性能です。ダンピングファクターはどうでしょう？ジェノエンジンは NFB がないので低いですね。20という数字は裸特性でしょう。この商品は付属のスピーカーに合わせてイコライジングされていますから、ダンピングファクターが低くても関係ありません。ギャングエラーはどうでしょう？フルデジタルらしい完璧な性能です。ミニコンポでこの性能を達成しているところがすごいですね。ジェノエンジンはジッターを改善する仕組みを持っていますので、その効果を確認します。裾野がざわついていますね。耳に聞こえないレベルですが、良いとは言えない性能です。サンプリングレート変換の方は問題ないようです。付属のスピーカーを見ていきます。まずは周波数特性です。ハイレゾの性能を確認するために広域を広げて測りました。青は外部のアンプで鳴らした結果、赤は付属のアンプで鳴らした結果です。赤の結果は 20kHz 付近を除くとほぼプラマイ 3dB 以内に入っています。これはモニタースピーカー並みの性能です。アンプの特性で見た奇妙なカーブはこのスピーカーに合わせて設計されたものに間違いありません。広域の強調はハイレゾらしい音色の演出でしょう。こちらは指向性です。45度角度をつけてもほとんど変わりません。なかなか優秀です。スーパーツイーターの直近を見ていきます。ハイレゾのロゴをつけるには 40kHz まで再生できないといけません。測定に使ったマイクが 25kHz までです。そこから先が不明ですが、40kHz まで出ていると言えるでしょうか。27kHz に共振があります。これは後でハイレゾの検証実験に利用します。インピダンス特性を見ていきます。仕様によるとこのスピーカーは3オームでしたが、実際は4オームです。バスレフポートは 50Hz のチューニングです。1kHz から上に見える小さな山は箱の低材波が原因でしょう。歪みを見ていきます。これは 1W の結果で黒い線が全ての歪みを合計した結果です。
クリアに再生できる歪みの目安は 1% です。 100Hz から下の歪みが多いのは小口径の宿命です。歪みが 10% を超えるとさすがに目立ちます。このシステムは 1W がいい音で聞ける限界でしょう。このスピーカーの 1W はそこそこの音量です。音楽を普通に聞く分には問題ないでしょう。スピーカーを分解して中身を確認します。入り口と出口、両方にフレアがついたバスレフポートです。箱の中に吸音材と補強リブが見えます。ネットワークが見つからないので、端子を外してみます。ないですね。ウーファーの裏でしょうか。これはフィルムコンデンサーです。ツイーターにつながっています。ネットワークはこれだけで、ウーファーはスピーカー端子に直結です。スーパーツイーターの回路は本体に実装されています。聞こえない高周波を含む音は、含まない音に比べてアルファーファが出やすいという報告があります。この効果はハイパーソニックエフェクトと呼ばれています。聞こえないはずの音が人にどう関係するのか、その説明の一つに皮膚に作用するという話がありますので、確かめてみます。スーパーツイーターに 27kHz の共振がありましたので、ここに周波数を合わせてボリュームをマックスにします。耳には聞こえませんが、スーパーツイーターからとんでもない爆音が出ています。果たして何か感じるでしょうか。何も感じませんね。ハイレゾは皮膚で感じるという話は私には関係ないようです。このアンプの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番の原音は音楽ソースそのものです。2番は同じ音楽ソースをデジタル入力して、付属のスピーカーから出た音を空気録音したものです。データによると、このミニコンポの音はモニタースピーカーのようにフラットでした。いつものように答えを伏せておきますので、じっくりお聞きください。
いかがでしたでしょう。小音量で聞く分には申し分ない音質だと思います。この商品はミニコンポの限られたサイズとコストの中で優れた性能を実現しています。付属のスピーカーと組み合わせた時の音はミニコンポとは思えないくらいフラットです。この性能は付属のスピーカーに合わせてイコライジングした結果です。音でこれに勝てる商品はなかなかないと思います。低音もよく出ていますし、上手にセッティングすれば多くの人が満足するでしょう。パナソニックは史上最高の音質と宣伝していますが、この商品に自信があるのでしょう。ジェノエンジンは同社の高級ブランド、テクニクスのアンプに使われていますが、ノイズや歪み、実態について改善の余地があるようです。これまでいろんなフルデジタルを見てきましたが、全ての性能がアナログアンプを上回る商品はありませんでした。今後に期待したいと思います。ご視聴ありがとうございました。